日本はすでに移民大国になりこれ、やっちゃいますか、道を進んでますという話ですまずちょっと、えっと、先月の7月22日にですね、岸田さんのこれで、人口減少に対し、社会が適合する動きを並行して進めていかないと、不都合が生じると、外国人の共生する社会を考えていかなければいけない。一応 もう岸田,田さんはもうそれ言ってるわけですこれ、<で>あんまりニュースにはなってないですよ、ね、なぜか、うん、でも安倍さんの時から、うん、もうあのー、こういうぎりぎりの言葉は、うん、ずっと言ってるんですよ、実は。 うん、安倍さん時からです今回あの、うんご、皆さんにご紹介したい記事があります、うん、これあのゲロイド・リーディーといって日本にすでにもう3年ぐらい滞在している方だと思うんですけど、うんえー、ブルームバーグのコラムニストですねゲロイド・リーディーさん、ね、この人、ね、結構ね結構親日的な、えー、記事も書いてるないいいい人だなという <laughs>、まあ、そのいい人、悪い人って別にあれじゃないんですけど、はい、あのゲロイド・リーディーさんって日本に文化にかなりあの理解のある方なんですけど、うん、この方がですね いや実は、えー、日本ってすでに移民大国だよね、うん、という結論の記事を書いてます、ね。しかもそれが 日本は皆さんが思っている思っている以上に開かれて望ましい移民先である,、うん、あるっていうことをです、ねはい、断言してるんですでそれなぜかというとです、ね、いろんな最近出てきたデータがあると、うん、で静かに増える移民があるということで先週、ですねこれ8月の冒頭の頃に出てき、はい、政府が出していた記事のデータを元に議論してるんですけど、うんうん、日本って今あの、これ我々の気づかないうちですよ、はいえー、日本にいる外国人の数は去年 同じ時期と比べてすでに11%増らしいんですよ、はい、で総人口のもすでに2.4%まで来ました、はいはい、これはつまり300万人弱もすでに日本のまで、はいはい、移民しているという状況ですね、はいで、海外からの労働者の数は過去10年間だけで2倍以上、はいはい、10年前に比べて2倍以上の数の海外労働者が増えているということですで、外国人コミュニティですね、これは学生とか家族も含むんですけど、はいはい 50も増加してる、うん、で日本はこれだけ実は静か,に静かなんだけど、うん、もうすでにこれだけ大量の移民を、うん、え受け入れてるし、うんえー、もう、 実は結構、まだ開かれてますよっていうことを彼が示しているんです、ね、これは日本系の,その日本の、えーえー、と英字新聞でえ2つの新聞僕、取ってるんですよ両方でも紹介されてたぐらい、はい、ちょっと日本の,その英語を読めるコミュニティでは結構、衝撃を持ってあの受け入れられた、えー、紹介されたあコラムだと僕はいす、ね、じゃあ、じゃあ具体的にどうなのかっていうことなんですけど、えーまあ、はい、これ、300万人って言ってるんですけど、うん、えと2019年の段階で、はい。 これ、日本はね、250万人いたんですよ、すでに。えそう一番下が日本ですね。はいはいはい。実は。だから安倍さんの時に、もうすでに入れてたんですよ。<ー>ただ、入れ方が、これ多いと思うか少ないと思うかっていうところなんですよ。はい、300万人って聞いて、多いなっていうかもしれないけど、どドイツなんか8000万人しかいないところに、1313、はいえー、13人。<laughs> すごいなドイツ、ドイツちょっと入れすぎですね、イギリスも、イギリスも6000万、六千万のところに955万人いると。まあでもいるだろうな、イギリスは。で、これね、人口規模からしたら、日本はまだ少ないのは250万ね。250万っていう数字は、日本政府が考えていることは、外国人を増やしていくことによって、全人口が減っていくのを、この青い線を。 食い止だから要はオレンジ、マイナスでどんどん減っていくから、オレンジが減るから、うんえー、外国人を上げて、うん、青い線をできるだけ減らさないと。これ、国立社会保障人口問題研究所っていうところが、日本の将来の推計人口をもとに、野村総合研究所が作成、ああなるほどね、ああそういうことか。そうで,すで、次いきましょうか。はいはい ここれが、ね、これか,85かあこれね次が、でも実はね、うん、政府って、どの国からどれだけ入れるって、一応決めてたんだね、僕はこれ決めないと危ないですよって言ってたんですけど、結構こういうイメージがあるみたいです、平和開発研究所の資料で、これ出てるんですけど、ジャイカンのジャイカ、はい、これが意外なことにベ、えー、ベトナム、ね、ベトナム、ミャンマー、カンボジア、うん、でこれでいいんですかと。 いう話で本当ですよね。いやね、僕ね、こういうやっぱ現実見るとですよ。で、皆さんほらやっぱり感情的に反発だし、僕もこれはんかん感情的に反発するのわかるんですけど、感情よりも先にまず皆さんにあのこう感じといてとか理解してもらいたいんですね。現実がもうすでに進んでたっていう現状ですよ。ガガガルノリーディはすごく楽観的に捉えて、いやもうすでに え魅力的な移民先ですよって、はい、うん、彼自身もほら外国人だから、そういうふうに言うんだけど、われわれ、はい、なんか知らない間に進んでたっていうところですよねだから、国家に対する忠誠だとか、うん、戦争になった時どうするとか、あと、その日本語をどこまでやってもらうとか、あとなんか犯罪を犯した時にはすぐに追い返しますよとか、その辺の整備とか、あとその受け入れるんだったら、どういうふうに受け入れる 憎まれるために入れたってしょうがないじゃないですか、受け入れる気持ちが日本人にないと、うん、どうしようもない,いわけですよ、はいはいはい、うその中で、どういうふうにやるかっていうのは、まあ、あまりその国民に対して、政府がアナウンスをしてない状態でやっていいのかっていうて、はい、その辺の議論はないですね。 それとね,ね僕がこのリ,リーディの,、はい、あの記事で面白いなと思ったのは、うん、2019年に行われた例の旧リサーチセンターの,、うん、あの大規模な意識調査をやったらしいんですよ。はいうん、すと、日本は移民に対する認識においては、うんうんと、特に他の国と変わってるわけじゃなくて、うん、移民が国を強くするっていう話あるじゃないですか、うんうん、これに関しては、えー、アメリカと同じふうに59、59%の人が移民が、うん、国を強くするってことに賛成してるんですよ。 意外と移民には、はい、あの普通に考えた場合、うん、まあ冷静に考えたら、まあ移民は国を強くするよね、うん、うんっていう風うに言ってるのが、はい、アメリカ人の平均と同じくらいら<や>しいんですよ。<れ>意外と日本はオープンなんですね。そ,はそれはあの僕もそういう風に感じてます。うん、一般の企業とかは、うん、もうあの現場で人が足りない。うん 会社っっていいぱあるんですよ、要は建築現場もそうだし、農業とかもそうだし、あとそのいろんな会社の中で、グローバルにやろうと思ったら、やっぱり移民を入れて行かないと、もう全然、ちできないと。基本 3K と言われる、ほら、きつい、汚い、危険っていうあの仕事あるじゃないですか、あの辺考えてみたら、例えば、うちも僕、近所で見たんですけど、 建築現場、バラバラになってゴミ出るじゃないですか、あのゴミ処理するの、インド人、インド人って分かんないですけど、インド系の人がトラック持ってきてやってるとか、普通にやっぱ入ってるし、都会、地方は分かんないですけど、都会のコンビニはほぼ半数というか、なるほど、以上がもう外国人ですよね、外国人ないと回らないともう一つ興味深いデータがあります。これリーが中で 引用してんですけど NHK2020 年コロナ禍中なんですけど2020年に行った調査では外国人労働者を増やす必要性に賛成する人、日本でですよ70%だって自分の住む地域で外国人労働者が増えることを望むかどうかそれに関しては57%下がるだから増やす必要あるわねって70%なんだけど自分の地域に住んだらどうっつったら59%減るっていう。 ビーが乗って今まバックヤードで活動するんですよだから別に必要だよねくてロ論は賛成なんだけど個別の自分の近くに住むとか一緒に住むってなったらいやそれはいいやみたいな葬儀場と同じですねああはいはい今都内葬儀場が足りなくてめちゃめちゃ大変らしいですしかも中国資本に握られてるらしいですねだからなんかすごい早朝とかすごい夜中とかに焼却焼却ああなるほどねまあそういうふうにやらないと 2週間待ちとかおお主体が腐っちゃうというだからもう目指すね復活しちゃうみたいないやあるかもしれない生き返っちゃうだってドライアイスとかいろんな処理がすごくお金がかかるんでだからもう早くやりたいっていう人はもう結局夜中でも焼いてもらうしかないとかっていうとこまで来てるんですけどでも新しいの作れないっていう話みたいですで とにかく、この移民問題は、議論しただけだと、興味持って議論しましょうっていうの僕の立場なんですよ僕は、この移民問題に関しては、別に受け入れてもいいと思うんですけど、守るべきラインは僕、絶対3つぐらいあると思って、最大の鍵は治安ですよ。治安悪くなって、これ絶対だめ。 医療体制、国民皆保険、いろいろやってますけど、これもね、ちょっと金、使いすぎ、医療福祉関係、はい、使いすぎってのはあるんですけど、まあ、医療福祉体制を、まあ、ある程度守れるかどうか、うんはい、で最後なんですけど、まあ、日本人としての教育、うん、これをなんか、そのやっぱり日本人としてなんていうんですかね、いろいろ教育もいろいろ問題あるっていうのは、うんあのー、当然、あのー、踏まえた上で。 でも、まあ、基本的に初等教育、小中学校ぐらいのシステムですかね、うん、ああいう教育はやっぱりある程度守れるのかどうかっていうところは。うん 僕はやっぱり一つ鍵にななるのか,なだから教育の方は多分あの少子化なんで、うん、学校に公立の学校に受け入れるってことは全然でできると思うんですよ全然問題ないと思うんですよ。ところがその学校の現場に、うん、例えばイスラム系の人たちのために食事を、ね、どうするとか,るとか、ね、そういう知識もないし、うん、逆に受け入れ体制がない状態で。うん 別のもの作っちゃったりとか、そこは難しいと思うんですよ、だから、じゃあ、そういう人には、労働先としては遠慮してもらって、別の国の人たちを呼んでいくっていう、能動的に、あ能動的はないじゃないじゃあ、いやいや、僕は思うのは、物事を自分で決めれる人っていうのは、すごい人もいるし、やばいやつもいるんですよ、そのすごい人は、アメリカとかイギリス行くと思うんですよ、チャンスがある。 賃金が高くて成長している国に行くわけですから、ところが、やばいやつっていうのは、ちょろい国に来ると思うんですよ、これが日本に来てると思うんですよ、これをまず止めなきゃいけないと思うんですよ、僕が思ってるのは、物事を自分で決めるやばいやつの方をまず止めなきゃいけない。これが多分今年間万件健康保険証の あの不正利用やってるあやってますねあの、保険証貸してってやつです、ね、そ,うそうそうそう、だから、マイナンバーに今、進めようとしてるのは、保険証に過言写真、くっつけなきゃいけないから、じゃあマイナンバーが一番早いですよっていうことでやりだしたんですよ、そうですね、だからまず、このやばいやつをどうやって止めるかっていうのが一つですよ、うん、あんまりその辺の意識はないかな、<で>うん、自主的じゃないけど、はいはい、進められると動けるし、うん、進められないと動けない人って。 っていう人いるんですよ。これ大体ほとんどですよ。すねすね、ほとんどの人はそこです。そこを日本はこう勧誘して、日本に対していい思いで来てほしい。い<や>動けない人はまあどっちにしろ無理なんですよ。まあそうですね。はい。だから奥山さんの言う健康保険の問題は一応あのー、マイナー保険証でなんとか管理できるはずなのに、でではい、政府がそれを言わないからなんですよ。あのー、500万件も不正利用してるから。 顔写真つけなきゃうだめ、あのー、なんですよと、やばいあの国の人たちがいるんですよというのを政府が言えない、言えない、今の日本政府はそういうの言わない <laughs> そ,うそれ言わないから、うーマイナー保険証がうまく進まないんですよ、うね、でこういうのをやっぱ移民を入れるってことは、もうそこをハッキングするやつがいるから、ゴリゴリ 日本側が進めないといけないんですよ、はい、決めていかなきゃいけないんで,すよでもなんかこれ、一種手遅れじゃないですか、はい、っていうのは、僕、すでにこんだけ進んでるっていうのも、まあ、リ,リーリーのやつ見るまでやっぱ知らなかったし、うん、ましてや一般の日本人もそうじゃないですか、うんはい、そうすると、これまず、日本の,そのメディアの意識にも上がってないし、うん、じゃあ、それに対してどうやって問題アプローチしていこうかって議論も出てきてないから、なし崩しにさ先に進むんですよ。これってね 僕こういう構図議論のなんか現実が先にいっちゃって,てなんて本当の制度のほうが追いついてないという,ような状況って例えば今の日本の安全保障の状況とかも結構そっくりで救助を本当は変えずにですよ。 あのーまあ、その上のところ、まあ、自衛隊法とかをぎりぎり動かすことによって、ぎりぎり、ギリギリまあ、ある程度の軍備はそろえてるけど、うん、実際、これ、今、中国がこうやばいってことになったときに、自衛隊、本当に戦えるんですかってなったら、実は制度がそれほど、まあ、表面的には、ね、結構うまく戦えるようになってますけど、はい、根本的なところを正してないから、うんあのー、なんか実際、本当は戦えなかったりするみたいな状況。はい なんか近いような感じがして怖いんですよね、うん、本当に根本的なそういうところの議論を始めなきゃいけないんですけど、してないんですよね、うん、でもまあ安倍さんは外国人材の活用っていうのをずっとやってきてたんですよ、うんはい、だからあんなに入ってたんですよ、そもそも。石、ねうん、石原原太郎も実際この年に石原さんは 基本的に外国人使うしかもうないっていうのをこれはね、うん、僕、石原慎太郎前から言ってて、全然注目されない言葉だなと思ってたんですよね人口は国力と言い換えてもいいと、はい、このまま人口が減れば、はいえー、国力の低下必須ですと。 現状はどうにもならないんだから外国、まあ、外国のまあ労働力をね、うん、確保のためにも移民を積極的に入れるべきだと、うん、私、10年以上前から移民が必要だと説いておりましたと、うん、政府の検討会遅すぎたぐらいだってで、これ2014年に行ってるんですね実際、安倍さんはこれ、入れ始めたんですけど、うん、ただ、その中で、えー、そのどういうふうに入れて、どういう人を、うん。 選ぶかっていうのが議論はされてない議論は国民はあまり知らないですよね、でも実際、さっき見たら、どの国からどれぐらい入れるっていうのは、まあまあ、目標があったみたいだったんで、知らないところでだから、意見が入れてるんですけど、ただ、教育体制とか、受け入れ体制は全然していないと見ると、これ、これ、け嫌なんですが、結局、戦略と戦術。 考えるとですね。だから外国人入れない、はい、ということになると、治安がいいですよ、はい、外国人入れなかったら。じゃあつまりこれ、あのー、今の現状でいくと、右側になるんですただ、人口が減るわけですから、ロボットでなんとかなる論とか言ってると。 結局、国家は敗北するわけですよ、中国の奴隷になっちゃうわけですよ、戦略的には。なるほどね。人口減と GDP 減で。確かに、確かに。この上でね、この縦の円で見るんですよ。でも逆に、左側ですね。左側は、外国人が入ると、悪い人間も多いから、治安悪化したり、ゲットもできると。ゲット作っちゃだめでしょ、これ、でも。いや、だめなんだけど、極端な話だよ。ただ、人口さえ増えるというか、維持できれば。 まあ、国家は勝利するよねと。だから、人口ある程度、そのサイズは維持できれば。うん、まあ、あのー、まあ、やられることは。経済規模もまあまあ。経済規模もまあまあ、だからう、当然、はいね、人口が減るのがね。本当なん、はい、もう、もどかしいですよね。はい、これ、これ、どっちかなんですか。これ,これ、いや、い,いや、いや。 真ん中はないです単なる、これ、議論として出しただけなんで、必ずこうなるっていうわけじゃなくて、ただ、人口が減ると、前回やりましたよ、やっぱ GDP が減って、軍事費が減るんですよ、軍事費が減ったら侵略されるんですよ、かなり単純な、あれですけど、今、それだけじゃなくて。 あの老人人口が増えちゃってるんで、社会保障費を払えなくなって、今はもう全然、無理じゃないだからまあ簡単に言いますよ、外国人の若い人に来てもらって、働いてもらって、われわれの社会保障費を負担してもらう人を呼ばなきゃいけないってところまで来てる来てますねのも一つあるんですよね、ある程度。で、人口減、で解決策を執行するっていったら、少子化対策をやりつつ、 移民促進の議論で、促進って書いてるけど、どういう受け入れ体制して、どういう国から入れるかっていうのをやらなきゃいけないある程いねことになるんでやこの議論は、この真ん中の下ですね、この議論はないんですよね、今だから、全く自動的政府はやってるのかもしれないけど、さっきあったように。国民 納得してなないいわけじゃないですかだから結構、ハードに移民の方に当たる可能性があると、うんうん、恨,恨まれて犯罪者になる可能性が上がるでうとだからやっぱ受け入れなきゃいけない人とか受け入れるんですよっていう教育をしてお互い納得するしかないんじゃないのと。 はいまあ、では日本人だけで行けるなら、それは一番いいですよ、すよね、それが人口増えれば。ね、だけど、人口減って侵略されるよりは、マシじゃないのっていう話ですけど、はい、ただ、今は先ほどの図であったように、はい、結構意識あって、日本だと医療費とか、利用してやるっていう人間に狙われてきてるんじゃないのと。 リーですね、あのうん、このコラムを書いたリーリなんですけど、はいえー、日本はですね、うん、もう先ほど何度も言いましたけど、日本はあなたが思っている以上に、ですね、はい、我々あなたは、われわれも含めて、はい、思っている以上に、オープンで望ましい移民先に、もうすでになってたんですよ。はい <laughs> すでにもう300万人以上、うん、300万人近くいて、うん、その現実がもう先にあるんですよ、だから別にこれから、その、まあ、嫌いだなんとかっていう議論よりも、うん、まあとにかくこれを意識的にわれわれ議論しなきゃいけないよねっていう時期があ,あったにもかかわらず、われしてこなかったっていうのが、ねうん、政府は、サイレントに入れてるわけですよ、そうそうそ、うそ,うそこですよね、政府は安倍さんを入れてたわけですよ、もっとでも根本的な話はしなきゃいけなかったんじゃないかなと思いますけどね。 ただ、今入れていかないと最後、いい外国人は来ないという形になっちゃう,う、うん、なります、ねえーまあ、すでにこれから多文化、うん、化していく日本、はい、どうなんですかね。うん